川勝氏は日本の氏族の一つ。旗川勝の光栄と伝えられるが、その系譜は必ずしも明確ではない。文系も少なくないが、江戸幕府の幕臣川勝氏がよく知られている。家紋は、霧に法王、釘抜き、五十七霧、五十三霧など。当氏時は、それぞれ、広氏、高氏、氏。戦国時代、丹波国総伝軍氏モダの国人領主であった。 下田美作守公氏の着難、広継の時川勝を称したのが始まりだという。家伝によれば、下田美作守公氏は、旗川勝より三十二代目の着流とされる。川勝氏は、桑田郡、船井郡内を治療し、室町幕府に仕えてきた。先の応人の乱では、幕府の官僚を務めた、細川勝元に従って、他の国人衆と共に合戦に参加した。 川勝広次は十二代将軍、足利義春、十三代将軍、足利義輝に仕え、北桑田軍三山長生原の島城を本城とし、八木の守護代内藤氏、京北の宇藤氏、篠山の旗の氏など、丹波の戦国武将と対峙した。広次の着難、川勝慶氏は、織田信長に従い、天正元年、信長の命を受けた、細川藤高に従って、 山城国のヨドシロゼメに参加した。また、天正4年からの明智光秀の丹波攻略には、より気となって協力した。次氏の着難の川勝修士は、豊臣秀吉に仕え、秀吉の馬回りを務めて、天正10年、丹波国イカルカ軍内に3535 35国を与えられた。また、文禄元年からの文禄、慶長の役では、非前名古屋城に、 在陣した。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、着難の川勝広綱と共に西軍に組みして、丹後田辺城攻撃に参加した。しかし、修士府市は徳川家康に許されて、改役を免れることができた。慶長六年、室町期以来の丹波の旧息、細川三歳の推挙により召し出され、修士は旗本家を起こした。慶長十二年、 広綱が父、修氏の家督を継いだ。事業は、丹波三千3570国余り。江戸時代には、修氏広綱に始まる、旗本の川勝家の他に、広継の嫡男の川勝慶氏の系統からは三家の旗本家が出ている。また、広継の次男の川、勝友氏の系統からも、川勝隆直流など四家の旗本家が出ている。これら旗本家は、 若年寄り、大目付、環状奉行、外国奉行、外国事務副総裁、改正所総奉行などを務めた幕臣を、主に幕末に排出した。明治元年の江戸会場に際して、川勝博士運は、同年正月23日より若年寄りを務め、会場交渉に関わった。また、外国奉行であった、川勝博道は、同年二月六日、外国事務総裁、 山口直樹の下で外国事務副総裁となった。幕臣以外にも、八戸藩、田名倉藩、九条藩、そして押藩などの藩士に川勝家があった。それぞれの藩において川勝家は家老などの養殖を務めた。また、江戸時代には船井郡や議長に合同の川勝家があった。現在でも南丹市や議長の矢が青と及び亀岡市朝日町の美野 次に、川勝姓が集中しており、その周辺の京都府南部、大阪府北部、兵庫県東部に、川勝姓の人の多数が住んでいる。もちろん、幕臣川勝氏の子孫の人たちのほか、東京都にもまとまった数の川勝姓の人が住んでいる。実践は、実施、転戦は、要死。内は、当主とならなかった人物。ありがとうございます。